はい、本日はですね、着たくないのに毎日着てしまう T シャツを紹介していきたいなというふうに思います。でこれがですね、知ってる方は知ってると思うんですけど、オールユアーズっていう、ブランドというか会社っていうかちょっとわからないんですけど、そんな感じになってて、クラウドファンディングとかでも結構有名で、それこそ T シャツは僕初めて知ったんですけど、なんか着たくないのに着てしまうスーツみたいなっていうのがあったりしてて、結構ファッションが好きな方はご存知かなと思うんですけど、毎日着たくないのに着てしまうっていうことは、要は毎日着るわけじゃないですか。ってことは逆を考えれば、毎日着たくない T シャツはどんな感じかなと思ったら、例えばシワができたりとか、あとオイニーですよね、臭かったりとか、あと着心地が悪い、これが毎日着たくないんやとすれば、これの逆ってことなんで、シワになりにくくて匂いがつかなくて着心地がいいっていうのが、この T シャツっていうことになってるんですけど、具体的に分かりやすくどんな T シャツに近いんっていうと、ユニクロのエアリズムをもっと良くした感じっていうことになってて、このエアリズムも結構着心地良かったりとかする部分があるので、結構似てるんですけど、これをさらにもっといろんな機能を足していったのがこの T シャツということになってて、その T シャツの紹介をしていきたいなというふうに思います。で今日の流れはですね、まずこの T シャツがそのなんで毎日着たくなるんかっていう特徴をお話ししていって、で次にデメリットをお話しして、最後におすすめの人をお話して終わりにしたいなというふうに思います。でですね、今回こちらがですね、オールユアーズさんから提供いただいてご紹介してるっていう流れにはなってるんですけど、僕はいつも通りデメリットはこれあるなと思うので、デメリットも素直に言っていきたいなというふうに思います。ではまずですね、こちらシワにならないっていうことなんですけど、なんでシワにならないのかっていうのはですね、以前ユニクロの T シャツ、このエアリズムの時もお話ちらっとしたんですけど、シワにならない理由としてはですね、これユニクロのやつ思いっきりシワになってますね。はい、それは関係ないんですけど、シワにならない理由としてはなんでかっていうと、こういう普通の T シャツってよく洗濯して外にパッて押したらもうシワシワになってることってあるじゃないですか。この T シャツなりにくくて、なんでかっていうと、生地が綿とポリエステルが入ってるっていうことで、両方が混合してるんですけど、そのポリエステルが入ってるっていうことがシワになりにくいんですけど、ポリエステル使ってる服ってどんな服って、パッてイメージしてもらったら、例えばジャージとか、ジャージってよく高校の時の体操服とかあると思うんですけど、ああいうのってあんまりシワなりにくいじゃないですか。くしゃくしゃにカバンの中に放り込んだりとかしてもシワなりにくいってあったりすると思うんですけど、そういうポリエステルを使ってるから、洗濯とかガンガンしていってもシワになりづらいような工夫がされてるというのが、まずシワになりにくい特徴の一つということになってて、ちょっと勘のいい方やったらお気づくかもしれないですけど、ポリエステルを使ってるっていうことは、それだけ速乾性があるということになってるので、例えば汗とかこう吸収するじゃないですか。で汗かいたなと思って、こうベチャベチャになって T シャツが重くなるっていうような感じではなくて、その汗はしっかり吸ってくれるんですけど、速乾性すぐにこう乾いてもくれるっていうのがポリエステルの特徴になってるので、別にこのブランドとかこの T シャツが言ってることではないんですけど、生地の素材としてはそういうことになってるので、ポリを使ってるってことはシワになりにくいし、なおかつ速乾性もある。だからベタベタな感じの脂っこい、男性にはおすすめの感じなんかなというふうには思います。で次がですね、オイニー加工というところなんですけども、こちらがですね、T シャツって何回も洗っていったりとかしたら、部屋干ししたりとか、あと汗吸ったりとかして、菌が繁殖していって匂いってしてくるじゃないですか。だから例えば街中とかでこう電車乗ってて駅乗り換えようと思ったりしたら、前のおっさんとかの T シャツのついていったりしたら、めっちゃ匂いする時とかってあるじゃないですか。やっぱこういう夏場って特に匂いつきやすいし、でさらに薄着やから余計匂いわかるっていうのはあると思うんですけど、そういうのがないように一応匂いの加工が行われているということで、加工する場所はですね、岡山に工場があって、その岡山の工場で特許を取られた加工っていうのがあるらしいんですけど、その会社でしかできひんその匂いの加工っていうのが行われているので、それによって匂いが軽減するということになっているので、これがオイニー対策ということになってます。で次の肌触りがいいというところの特徴なんですけども、これがなんで肌触りがいいのかっていうところになるんですが、肌触りの良さっていうのはですね、以前もどっかでお話はしたことあるんですけども、要は髪の毛と例えたら分かるんですけど、髪の毛もこういうふにゃふにゃな髪の毛、僕ふにゃふにゃなんですけど、ふにゃふにゃな髪の毛と、あと剛毛の人っていうか、こうイガグリみたいにガッて髪の毛生えてる人って、どっちが同じ一本でも硬いって言われたら、それはイガグリの人の方が硬いじゃないですか。で逆にこういうふにゃふにゃな毛って、いくら何本集まっても柔らかいというか、こう触り心地がいいっていうか、自分で言うのもあれなんですけど、そんな感じになると思うので、洋服の糸も全く同じで、糸が細いものを使っていればそれだけ柔らかい、手触りが良くなりますし、あと逆に糸が太い糸を使っていればそれだけガシガシした感じになるので、例えばUS コットンっていうのって7オンスとか結構分厚いやつがあるんですけど、そういうのは糸が太いので結構ガシガシしてて、決してこう肌触りがいいとは言えないような感じになってるんですけど、逆にこういうのって糸が細くしてるので、その分肌触りがいいということになってるっていうのが特徴になってるんですけど、それともう一個特徴的というか、決定的な違い、普通の T シャツ決定的な違いがあって、これが何かというと、横編み縦編みっていうのがあるんですけど、基本例えば T シャツって、僕今こういう風に着てる T シャツって横に伸びるじゃないですか。
これって横編みなんですよね。でそれが横編みっていうのがどういうことかっていうと、ここに今図出してるんですけど、こんな感じで規則正しく編んであるんですよ。こう綺麗に横に編んであるっていうのが横編み。だから横にこう伸縮性があるんですけど、こっちに関しては縦編みっていう手法をとってて、縦編みってどんな感じかって、これ図今出てるんですけど、このように不規則というか、まあ一応規則性はあるんですけど、この縦に編んであることでどういうことが起こるかっていうと、糸が細い糸を使ってて、まあよれやすいというか劣化しやすいんですけど、それを補うために縦編みをすることによって強度が増してるということになっているので、まあ、分かりやすく言うと、このエアリズムと似てますって最初言ったんですけど、エアリズムって確かに糸は細いんですけど、洗えば洗うだけ劣化するんですよね。だからもうこれ首伸びちゃってるんですけど、まあ、それは仕方ないというか、着心地を求めるんやったらやっぱ強度は落ちるし、着心地が悪くなればなるほど強度が強くなるっていうのは、これ洋服の普通の原理というか、どっちかを取ればどっちかが劣るんですけど、これに関しては細い糸も使ってるし、あと編み方も変えてるから、糸は細いんですけどしっかり強度があるような T シャツに仕上がってるっていうのが、まあ特徴になってるんじゃないかなと思います。でちなみに T シャツであんまり縦編みの T シャツ着かないので、結構この辺は珍しくて、まあ、縦編みがどういうところに使われてるかっていうと、例えばカーテンとかによく使われてたりするんですけど、カーテンとかも結構丈夫やと思うんですけど、そんな感じで縦に編んであるので丈夫で、逆に横編みっていうのはこういう T シャツとかあとニットとかで使われてるので、基本的には洋服に多くて、こっちの縦編みはあんま洋服では見ないっていうか、もちろんあるのはあるんですけど結構少ないっていう感じになってるので、この辺は結構特徴かなというふうに思います。で次のデメリットっていうのがですね、まあ、その今の縦編みから通じてくるんですけど、まあ、何かっていうと、その縦に編んであることなので、あの伸縮性がないんですよね。だから硬いんですよ結構。まあこれ見てもらったらちょっとは伸びてるんですけど、こういう近いところで伸ばそうと思うと横にはほとんど伸びないので、やっぱり伸縮性はこういった横編みの方が全然あるというところは、まあデメリット、縦編みならではのデメリットかなというふうに思いますし、まあさらに先ほど言ったみたいに結構いろんな違いがあると思うんですよ。普通の T シャツと違ってポリが入ってたり縦編みがされてたりとかするっていうことなんで、普通の T シャツというか一般的な T シャツ、コットン100の T シャツと比べると風合いは結構違うんですよね。だからその辺っていうのは、まあ、パッと白 T でこの画面で見てもらう分にはそんな変わらないと思うんですけど、近くでよく見ると、あちょっと風合いがコットン100のやつというか普通のやつとは若干違うなっていう感じはあるので、まあ、この辺はちょっと好みが分かれるんかなというところでは思います。で次におすすめの人ってことなんですけど、おすすめの人はですね、まあ、こういうあの T シャツとかをボーンって洗濯してボーンって洗って、そういうのをあんま気にしたくない方とか、あと特に汗を気にしてる方、汗めっちゃかくねんけどなかなかこう普通のコットン100の T シャツやったらもう色変わっちゃうねんとかっていう方は、こういう T シャツは結構おすすめかなというふうに思いますし、あとまあ匂いの加工とかもされてるので、結構男性では嬉しい機能はあるんかなというふうには思うんですけども、まあ、さっき僕も着用実際してみてこう動いたりしてみたんですけど、やっぱりこの伸びの少なさっていうのは今まであんまり感じたことがないので、そこはちょっと気になる部分じゃないかなというふうには思います。はい、というのがですね、今回この、着たくないのにじゃなくて、着たくないのに毎日着てしまう T シャツというところの紹介やったんですけども、なんか一応ここのオールユアーズっていうところは一応なんかその自宅お試し制度っていうのがあるらしくて、なんか交換とか返品とかも希望の場合はこういう風にしてくださいねみたいなのが一応なんか同封されてるので、多分これ購入されたらこういうのも一緒に入ってくると思うんですけど、まあ、店舗があの東京にしか確かなかったと思うので、僕も以前からこのブランドはしてたんで東京にあんなとはしてたんですけど、他多分地方とかないと思うので、まあそういう時は地方の方とかでこうやってオンラインとかで一回取り寄せてもらって、まあ、実際質感とか見て、あこれやっぱちゃうなと思ったら返品してもらったりとか、あサイズこれちゃうやんと思ったら交換してもらうっていうようなことができるんかなというふうに思います。で、まあ、気になる方は下の動画説明欄に詳細貼ってますので、まあ、リンクとかも貼ってると思うので気になる方は見ていただければなというふうに思います。では最後サイズなんですけど、こちらサイズがですね5というサイズになってて、あの SML とかじゃなくて数字なんですよね。で1から多分しか8ぐらいまであった、8か9かなんかな、それぐらいまであったと思うんですけど、あのまあそれのうちの僕は5を着てるってことで、178cm、65kg でサイズが5で、本当にまあぴったりというかいい感じになってて、4やとちょっとちっちゃいやろうなっていう感じがあって、まあ先ほども言ったみたいに横に伸びないので、多少のサイズはゆとりというか大きめに見といて問題ないかなという感じでは思います。やっぱりジャストやと伸びひん分ちょっときつく感じちゃうんかなと、まあ個人的には思うので、まあサイズの参考にしていただければなと思います。はい、ではですね最後は着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日は着たくないのに毎日着てしまう T シャツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。